第28弾。人に言えない黒い過去。奥様にもあるでしょ。人には絶対に言えない、墓場まで持っていくつもり。だけど誰かに言ってみたい。言ってすっきりしましょう。煽り、説教禁止。嵐は、しっかりスルーしましょう。2016年6月1日。レス番号851、アスペルガー。すぐ近所に住んでる10歳下のいとこがアスペで放置後だったので、赤ちゃんの時から高校生になるくらいまで世話をしていた。おかげでアスペにどう対応したらいいかをすっかり学んだ。なのでアスペはすぐに見分けられるし、アスペの方から懐かれて信頼される。ちなみに結婚相手もアスペ。時々強いこだわりや癇癪の発作はあるけど、基本誠実で従順。共に生きていける相手はこの人しかいないと強く思い込んで、こだわってくれてる。イケメンだし地主息子だしで悠々自適な暮らし。満足してる。2016年6月1日。レス番号853、いとこの話。散々迷惑をかけられたいとこのこと。いとこ娘と元嫁はさっさと離婚し、県をまたいだ地に引っ越していった。いとこ娘には血のつながった祖母だから、あとはよろしく、とおばの香典を全部渡した。会期とかお墓を建てる際の費用の足しのつもりだった。なのに全部元嫁が使い果たし、おばの墓はまだ外場だけ。少し前に、とあるところから電話で、いとこの行方を知らないか?と聞かれた。元嫁の実家方面の地方版でいとこ娘の記事が出ていたので、それを教えた。そして、自分は付き合いもないただのいとこなので何も知らない。今後はいとこ娘に聞いてくれ、と住所も教えた。娘がしないいとこの尻拭いなんか誰がするもんか。絶縁しても娘は娘、逃げられない相手もいるんだよ。ごめん。何が墓場まで持っていく黒い過去なのかよく理解できない。わかりにくくてごめん。元嫁といとこへの恨みをあんまり関係ないいとこ娘の所在を売ることで発散した。どうなるかは大体わかっているのにね。けど、よく考えたらいとこ娘は父親のことだもん。責任取って当然よね。うん、自分は黒くないわ。すれち、ごめん。それでもわかりづらい。説明しなくていいけど。2016年6月3日。レス番号860、既婚男性。16から28歳で結婚するまで、既婚男性をからかうのが趣味だったこと。純情ぶって近づいて、ギリギリのラインで攻めまくって惚れさせて、体の接触は、既婚者だから、と絶対許さない。30人くらい本当に離婚した男いて、笑った。今は青森と東京くらい離れたところで暮らしてるから、バレる心配は多分ない。詳しく、どんな手を使ったの?印象的なエピソードあれば聞きたい。よく事件に発展しなかったね。下心たっぷりな既婚男性が悪いとはいえかなり黒いわ。育ちがいい子ぶって近づいて、あなたが好きになっちゃったって態度で接する。あっちが盛り上がってきたら、好きになっちゃいけない人を好きになっちゃったって泣いてみせる。これで大抵の男は落とせた。完全に気持ちがこっちに向いたら、そんなつもりはなかったって拒絶する。いやー楽しかった。金銭的余力はあったんだろうか。刺されなくてよかったね。のぼせ上がった男は怖いからさ。未だに引きずってる男はたくさんいそうだね。もしうっかりどこかで会っちゃったりしたら恐ろしい。2016年6月8日、レス番号866、出会いの演出。旦那との出会いが偶然が重なった運命的な出会いではなく、作られた演出だったこと。まとめたら長くなった上、文章が下手なので苦手な方はスルーしてください。旦那の存在を知ったきっかけは A 子。A 子は職場の同僚で、見た目が派手なギャル系。休憩中は、いつも他のギャル系女子社員たちと男の話をしていた。私は地味だったので A 子たちのグループには加わらず、遠くから A 子たちの話を聞くともなしに聞きながら、ぼーっと休憩時間を過ごしていた。ある日 A 子が、見た目そこそこ、有名企業の研究職で高収入。リストラの心配も少ない好条件な男を紹介してもらったが真面目で面白みがない。とりあえずキープして他を探す。と話しているのが聞こえてきた。面食いの A 子がそこそこというのだから、なかなかのイケメンなんだと思った。彼は私の理想の男性像そのものだった。なぜかその日から、見たこともない有名企業の彼が気になって仕方がなくなった。でも、他人が欲しがるものを欲しがるタイプの A 子に彼を紹介してとお願いするのは、自分で自分の首を絞める行為にしかならない。私は結局、A 子の口から時々出てくる彼の話をこっそり盗み聞きすることしかできなかった。A 子は彼からのアプローチをうまくかわし、生かさず殺さずの絶妙なさじ加減でキープしつつ他の男と不倫しながら婚活にも精を出していた。彼を雑に扱うくらいなら私にちょうだい、と言いたくなるのをぐっと我慢して、諦めるしかない、私にはどうにもできない、と自分に言い聞かせること半年。ついに我慢の限界が来た私は思い切って A 子に、彼は私の理想の男性像そのもの。
A 子さえ良ければ彼を紹介してほしい。と言ってみた。A 子は最初驚いた様子だったが、すぐに、彼に聞いてみる。と言った。翌日 A 子は、彼に紹介したい子がいると言ったら前向きな返事が返ってきた。とりあえず写メを送ることになったから撮らせて。と言って、私の写メを撮った。最初の心配が嘘のように A 子は協力的で、写メを見せたら彼が可愛いって言ってたよ。彼もぜひ会いたいって。と、A 子に相談してから数日で彼と会う日が決まった。A 子は、彼はギャル系が好きらしいよ。と服装のアドバイスもしてくれた。約束の当日、A 子は申し訳なさそうに。彼、急な出張で今日来られなくなったんだって。と言ってきた。A 子は、仕方がないとはいえドタキャンなんてありえないよね。今度埋め合わせしてもらおう。と怒っていた。私は怒りよりがっかり感の方が大きかったが、仕事ならば仕方がない、と受け入れた。A 子経由で彼と会う約束をする、当日ドタキャン、が3回続いた。さすがに私もおかしいと思い始め、A 子に、直接彼と連絡を取るので彼の連絡先を教えてほしい、と言うと、彼の許可なく勝手に教えるわけにはいかない、と断られた。ならば彼に確認してほしい。なんなら私の連絡先を彼に教えてもらってもよい、と食い下がると、わかった。と答えた数時間後に、彼は私のことが好きだから、あなたと連絡取る気はないって、と言われた。A 子は私に彼を紹介する気なんてなかったんだ、と悟った。私と彼とのつながりは A 子だけだった。なのに、その A 子が大きな壁となって邪魔をしてくる。これはもう縁がなかったと諦めるしかないと思った。でも、A 子の嘘によって膨れ上がった期待はどうにも抑えられなかった。私は何とかして彼と知り合う方法はないかと考えた。私が知っているのは、彼の職業、年齢、珍しい名字、乗っている車。国産の高級車に乗っているのはポイントが高いと A 子が話していた。おおよその住所。最近開発が進んでいる場所にマンションを購入して一人暮らしなのはポイントが高いと A 子が話していた。これだけだった。あらゆる SNS に知っている限りの情報を入力して検索したけど、彼らしい人は見つからなかった。これはもうプロに頼むしかないと思った。探偵を探しているうちに、別れさせ屋とは逆の復縁屋というものがあると知った。ここまでやるのはストーカー地味てると悩んだが、このまま諦めたら一生引きずると思ったので、思い切って依頼することにした。何件かに話を聞き、金額が明確できちんと事務所を構えているところに頼むことにした。私の少ない情報で顔も知らない彼を突き止められるか不安だったが、驚いたことに1ヶ月ほどで特定したと報告が来た。どうやったのか聞いたが、企業秘密だと教えてもらえなかった。復縁屋が撮った隠し撮り写真で、初めて彼の顔を知った。復縁屋は彼の行動パターンを割り出し、よく利用するスーパー、よく買う商品、よく行く本屋、好きな本のジャンルが判明した。私は復縁屋と相談して、出会いのストーリーを考えた。でも、今まで演技なんてしたことない人間がいきなり絶対にバレてはいけない人生をかけた演技をしなきゃいけないわけで。複雑な演出はやめて単純にしようと、復縁屋が私を押す、彼にぶつかる、私、彼の目を見て、ごめんなさい、立ち去る。今度は本屋で別の復縁屋が私を押す、彼にぶつかる、私、彼の目を見て、ごめんなさい、あれ？この前もぶつかりましたよね。何度もすみません、と少しだけ会話して印象づける。あとは、何度かスーパーや本屋で、偶然の鉢合わせを演出して連絡先を交換したところで、復縁屋の仕事は終了。その後は普通に交際して、普通に結婚した。旦那は私たちの出会いを運命だと思っている。好きな食べ物や好きな本のジャンルが一緒なのも、二人が出会うべくして出会った証拠だ。とロマンチックに語っていた。復縁屋がリサーチしてくれたおかげだとは死んでも言えない。全部墓場まで持っていく。よく頑張ったね。まあ復縁屋を除けば恋のアタック大作戦って感じで微笑ましいわ。A 子の反応がどうだったのか気になるけど。実は A 子、結婚式に来ました。というか、同僚なので呼ばないわけにはいかなかった。特に報告するような反応はありませんでした。私の旦那が例の彼だと知った時は驚いたと思いますが、私たちが A 子と顔を合わせた時には特に何のリアクションもなく、旦那の方が、あれ？二人知り合いなの？と驚いてたくらいで、どうやって A 子抜きで旦那と知り合ったのか、聞かれることもありませんでした。もし聞かれたら、偶然知り合って自分でも驚いた、というつもりでした。その流れで紹介するする詐欺についても追及したいと思いましたが、出会う前から旦那を知っていたことが旦那にバレても困るので、正直ノーリアクションで助かりました。ほんと、A 子にとって旦那は、着ないから捨てるつもりで避けておいた服を他人に着ないなら兄弟と言われて、急に捨てるのが惜しくなった、程度の存在だったんだと思います。
でも、A子がお付き合いしていたホストみたいな男たちより、うちの旦那の方がずっと魅力的だと思うんですけどね。どこの会社か教えてもらえませんか？教えたら罪になってしまうかな。別れさせ屋を探してて、その会社なら別れさせ屋の仕事もきちんとしてくれそう。会社は大手、と思われる会社や都内の会社にも問い合わせましたが、出張費や滞在費がかかるため私の地元に会社があって信頼できるところにしました。費用面を考えると、近くで探された方が良いと思います。個人的に、ファミレスでの打ち合わせを要請してくる、事務所に来られるのを嫌がる会社と、何でも。できます。と安請け合いする会社は避けました。私が選んだ会社は、顔写真もないし情報も少ないから特定できない可能性もあるし、時間もかかる。その場合も実費は請求するが大丈夫か？ときちんと確認してくれました。もしかしたら何もせずに、特定できませんでした。と、お金だけ取られることも考えましたが、それならそれで諦めがつくと思って、お金を捨てる覚悟で依頼しました。良心的な会社が見つかるよう祈ってます。2016年6月9日、レス番号873、いたずら。小学校低学年の頃、いたずらされたこと。触られたり変なポーズ取らされたくらいなんだけど。小学校低学年のある土曜日、友人と遊んでいた。午前授業の後、午後いっぱい遊ぶ予定だった。ところが、友人が祖母の家に行くことになり遊び中断。友人が、すぐ戻ってくるからここにいて。と言ったので、馬鹿正直にそのあたりの路地をうろうろしていた。友人が帰ってくるのを待っているので、手持ちぶさたでうろうろ。今思うとおばあちゃん家に行ってそんなにすぐ帰ってこれるはずはない。1時間はあたりを行ったり来たりしていた。そこを目をつけられたのか、20歳前後くらいの男が寄ってきた。明らかに不審人物なら警戒したのかもしれないが、見た目は爽やか好青年な感じ。ねえねえ、一人なの？怒ったら一緒に遊ばない？と声をかけられて、暇だった私は、うん、と即答。この時、親や学校から散々言われていた知らない人についていかないという言葉は完全に吹っ飛んでいた。男は、僕の見つけた秘密基地に行かない？と言い、私は秘密基地という言葉にワクワクしてついていった。完全にアホだ。そして近所のマンションに到着。敷地内に入ると完全に外からもマンションに住んでる人にも気づかれないような、完全な死角の狭い隙間に連れ込まれた。その時点でやっと、あれ？何かおかしい、と気づく私。どちらかというと、こんなところに勝手に入っていいのかな？という不安だったけれど。しばらくはじゃんけんとか普通の遊びをしていたのだけど、だんだん男は本性を表してきた。唐突に、遊ぶのに邪魔だからスカートを脱いで、と言ってきた。私はぼんやりした子供だったので、何かおかしいと思いながら、ふーん、そうか、とスカートを脱いだ。当時の小学生はブルマを履いていて、だからあまり恥ずかしくなかったのかもしれない。T シャツとブルマ姿になった。男は、ちょっとここに四つん這いになってみて、今から体操するから、と言ってきた。素直に四つん這いになった。そしたら、今から体操行くよ、と言いながら、四つん這いになった私の上に、さらに四つん這いになった男が覆いかぶさってきた。ズボンは履いていたと思う。男は私の胴体とかをペタペタ触りつつ、あーなんて言ってみて、気持ちいいって言ってみて、といろいろ指示してきた。書いていて非常に気持ち悪い。低学年でも賢い子なら、変態、と言って大きな声を出して助けを呼んだりするのだろうが、私はおかしいとは思うものの、男の言葉に素直に従ってしまっていた。大人の言うことはきちんと聞かなくてはならない、と思っていたのかも。あーなーん、棒読み。気持ちいい、棒読み。こんなんで興奮できたのかわからないが、男は私の体からパッと離れるとおもむろに股間のブツを出してきた。興奮状態のそれを見たのは、もちろん初めて。下品ですみません。チンコだとはわからずに、どこからこのピンクの棒出してきたんだこの人？と思ってしまい、手品？と聞いてしまった。男も、そうだよ、手品だよ。今、ここからカルピス出すね。と言いながら、本当に発射。性知識も何もない年頃、何が起きたのかわからない私。男はさらに、これ本当にカルピスだから、ちょっと舐めてごらん。という、明らかにカルピスじゃないし、気持ち悪いので、カルピス嫌い、と拒否。そうこうしているうちに、5時のチャイムが鳴った。突然男は、今何時？と私に聞き、私が、チャイム鳴ってるから5時だと思う、と言うと、帰らなきゃ、また遊ぼうね。と言いながら帰っていった。物をしまいつつ、男が帰ると急に、今私はものすごく危ない目に遭っていたのでは？と怖くなってきてしまった。されていた時は変だと思いながらも、怖くはなかったのに。
変な男に自らついていってしまった自分への怒り、変な男の気持ち悪い行動に対する恐怖と嫌悪感。挙句の果てに、祖母の家に行ってしまった友人にまで八つ当たりの怒りが湧いてきて、感情はぐちゃぐちゃだった。でも泣くとかはなかった。家の周辺まで来ると、ちょうど友人が帰ってきたところで。ね、早かったでしょ?と言われ、なんとなく怒り炸裂。全然早くないよ。すっごく待ったよ。と怒って、そのまま家に帰ってしまった。友人はポカーン。なんで怒ってるかわからなかったと思う。八つ当たりしてごめんよ友人。友人が、祖母の家に行かなければあんな目に遭うことはなかったのに、と八つ当たりの怒りだった。自分でついて行ったくせに。帰った時に親の顔が見られなかった。自分の過失で、変な男に変な目に遭わせられたのだ。あんなに知らない人について行かないって教えたのに。って怒られると思ったし、あの行為の意味はわからなかったけど、親に言えない行為のような気がしたから。しばらく、土曜日の午後の霊の時間になるとあの男がキョロキョロと何かを探すように通りを歩いていて怖かった。その時間には外に出ないようにしていたら、1ヶ月くらいでいなくなった。本当に安心した。私はしばらくカルピスが飲めなくなった。今は大丈夫。この話は長いこと誰にも話せなくて。20歳過ぎてからやっと親に、実は昔知らない人について言ったことがあって、その人は露出狂だった、という感じに話した。親は、え?って感じでびっくりしていて、言わなかったことに怒られた。そりゃそうだよね。あの日されたことは、体を服の上から触られたことと物やカルピスを舐めさせられそうになったこと。大したことではないが、成長して意味に気がついた時に本当の意味で恐ろしくなった。あの男がもっと凶暴で、無理やり、みたいな展開になっていたら、私が大声を出して逆上されてしまっていたら、あの時はあれで終わったかもしれないけど、無抵抗だった私をマークして付きまとわれていたら、考えると、どこかで本当に殺されてしまってもおかしくない状態だったと思う。自分の脳天気さでこんな目に遭ったのが恥ずかしくて、こんなに細かく話したのは今日が初めて。秘密基地に釣られて、自ら怪しい男についていった、という風に話している。体操とか手品とかカルピスとか、本当にどこのエロ本だよって感じで気持ち悪いんだけど、一回誰かに話してみたかった。聞いてくれてありがとう。怖すぎる。無事でよかった。本当によかったよ。私も似たり寄ったりな体験あったけど、爽やか大学生風っていうのが案外クセ者だったりするよね。もう性欲ないだろっていうおじいちゃんが意外にいたずらしてきたりする。ジジイは見境ないのいるから気をつけて。2016年6月16日。レス番号882、介護。進行中だから過去ではないけど。現在、旦那の母親を介護中。まあ介護ったっておむつ替えとお風呂はヘルパーがやってくれるから、ぶっちゃけご飯の支度と散歩、通院、着替え、クイックルワイパーを毎日と、他の掃除は3日に一度、確実で洗濯だけだから別に大したことしてないんだけど、ものすごく恩に着せて旦那兄弟から金もらってる。もちろん旦那からも。こんなに楽な仕事してて、だって自分の家も同じスケジュールでやってるから超手抜き、毎月15万のお小遣いってか、お金をいただいてる。義母に話しかけられても、ふんふん、くらいで別に真剣に聞いてるわけでもないし、だらだらやってるだけでこんなにもらっちゃってひどい嫁だなって思ってるけど、目いっぱい恩に着せてる。義母が死んじゃったらお金が入ってこなくなるな、とか考えてる。ひどい話だよね。いいんじゃないかな。本当に助かってると思うし、実際そうだと思います。ありがとうございます。こういうスレがあるのに気づきませんでした。ごめんなさい。次はこっちに書かせてもらいます。十分よくやってるよ。毎日いろいろやってるんでしょ?当たり前のように言ってるけど、なかなかできないと思う。私がぐうたらだからなのかもしれないけど。2016年6月17日。レス番号889、占い師。高校生の頃、当時付き合ってた30の男が既婚者なんじゃ?と疑い出した。男の職場の前で怪しまれず張り込むために演劇部の友達に協力してもらって、占い師の格好で張り込むことにした。客が来ても困るから、1回1万円、未来予期3万円、運命の人5万円、と明らかに怪しい看板をかけた。そうしたら謎に受けて、結構客が来た。どんな人にも当てはまりそうなこと適当に言ってたら、泣き出す人もいた。噂は爆発的に広まって、1日1時間ほどの張り込みなのに1ヶ月で70万儲けた。占いで騙してしまった人たちには申し訳ないと思ってるけど、教えてもらったミクシーとかツイッターで、占い師さんのおかげで吹っ切れた。とか言ってるの見たら、なんか新しい感情が芽生えた。結局この体験で志望校変えて看護師になった。夫には絶対言えない。ちなみに付き合っていた男にはやっぱり奥さんがいたけど、その頃には興味を失ってた。別れるならハメ撮り。
バラすぞ。俺のオナペットになれ。ってわざわざメールで言ってきたから、男の会社と警察に泣き真似しながら突入した。アホな私は、ちょっとは怒られろ、ざまあみろって思ってたけど、女子高生に手を出してハメ撮りで脅すって、本当に本当にヤバいことだった。本当に無茶苦茶になってた。どうでもいいけど。すごい。無茶苦茶な部分をもう少し詳しくしていい？レスありがとう。付き合っていた男はそこそこ有名企業に勤めてるって、よく自慢されてた。実際張り込んでる時にその企業のビルから出てきてたし男の職種も知ってたから、メール事件の時会社に突入した。男は確かにその会社に勤めてたけど、その企業から業務委託で一時的に仕事を任されているだけだった。本当にバカだと思うんだけど、男はメールで。うちの会社的に回して大学行けると思う？みたいな脅迫メールも会社名入りで送ってきてた。それらのメールを見たその会社の支店長さん、顔が赤を通り越して黒くなってた。それから会社で何があったか知らないけど、男が本当に勤めてた業務委託会社は1年持たずに潰れてた。警察はやる気ないみたいで事件にもならなかったけど、警察に言ったってことが相当答えたらしい。男からは、やばいって、嘘だって説明して、会社に訴えられる。お願いです、嘘だって言って、冤罪だって言って、愛し合ってるのに首なんておかしいだろ。助けてください。みたいなメールが1日10通来てたけど無視。男の奥さんって人がなぜか家に来て土下座してきて、心が痛くなったよ。上の書き忘れ。男は結局離婚になったっぽい。なぜか地元でもなんでもない青森に引っ越していった。すっきり爽快ざまあ話で嬉しい。ちょっと待て、でも警察がやる気ないってのがムカつく。神奈川かな。今なら陰行で一生おしまいだよね。とはいえミクシーもツイッターもある時代だし、今ならってほど昔ではないのでは。そういや最近、道端の占い師さんってあんまり見ないね。昔はあちこちに〇〇の母っていうのがいたけど、最近でもいるのかな。前にもそんな話見たよ。占い師やったら儲かった話。2016年6月18日、レス番号903、岐阜。新婚時代、一時期岐阜と関係を持っていた。もともと恰幅の良い人が好みだったので旦那も岐阜もタイプではあったけど、童貞で受け身だった旦那に退屈して岐阜を押し倒すような形で関係を持った。岐阜も奥手だったけど、背徳感とスリル、親ほど年の離れた人を落とした万能感によった。こういう話を読むと、よっぽど素敵な岐阜さんなんだなぁと思うわ。うちは絶対ありえない。想像するだけでもキモい。2016年6月19日、レス番号907、お化け。小学生の時、父親の浮気が原因で両親が別居することになり、母親の実家近くに引っ越して学校も変わった。転校先ではいじめられた。引っ越しの理由はなぜだかみんなに知られてたし、一応都会から来たという割には垢抜けない、貧乏たらしい、とからかわれた。掃除中に掃除用具入れに閉じ込められたり、ゴミ箱に入れられたり、心折れるようないじめになってきたあたりで、また転校が決まった。母と父が話し合い、また元の家で暮らすことになった。特に挨拶しないままそこを転校した。その学校には母方の親戚が別の学年にいて、後日聞いた話では、私がゴミと一緒に焼却炉に入れられ燃やされた、先生の転校したというのは嘘、それ以来クラスに化けて出る、ということになってた。数年後、親戚からあのクラスの同窓会があると聞いて、こっそり会場に行って驚かしてやろうと思ったのだけど、会場着いてからやっぱりバカバカしい、と思ってトイレだけ使って帰った。しかし私の姿が参加者の記念写真の背景に映ってたらしく、やっぱり化けて出た、と大騒ぎになったとまた後日聞いた。化けて出るのにわざわざ成長して出るお化け。しかしいじめの話は本当に胸クソ悪いな。今の相談者に幸あれ。本気で死んだと思ってるなら成長してる方が怖いかもしれんね。2016年6月20日、レス番号910、夫のため。結婚したての頃、夫がリストラをきっかけにうつ病になった。働けない夫の代わりに、生活費を稼ぐために売りやら風俗系マッサージ店で働いてた。美人じゃなくても、若いとか太ってないとか清潔感とかがあるだけで結構買ってくれた。一日で3、4人に抱かれたこともある。美人でもないから、値段は2から 2.5 万くらいでホテル代とかご飯代とかは向こう持ち。出会い喫茶で適当に交渉して、そのままホテルに直行。夫しか知らなかった私は数ヶ月でどんだけの男を知ったのか。レイプは1回だけあった。ついて行ったら駐車場で、もちろん中に出されたけどピル飲んでたから妊娠もしてなかったし、幸い性病ももらわなかった。今は足を洗って一度も売りをやってない。そこまでする？とかそんな夫捨てちゃえよ、とかいろいろ言われるかもしれないけど、夫との生活を守りたかったんだよ。ただ、困ってるのは性欲が増したこと。
一日に何回も抱かれてると一回じゃ満足できないし、とにかく夫に抱いて欲しくて仕方ない。愛してる人との生活を守るためならではの行動だもんね。そういう理は軽蔑しない。ホストが酔いのおバカな風俗嬢は軽蔑する。子供のためならギリギリ許容するけど、旦那のためならバカじゃねえのと思うわ。テンプレ読めない方がバカじゃねえの。内容に異論はないけど、一人称私はちょっと。みんな幸せでいいんじゃねえの。若くて痩せていてこんなけなげな妻がいる旦那に嫉妬。2016年6月25日、レス番号917、復讐。因果応報や復讐と迷ったけどこっちに、すれちかもですが、中学生の頃、自分の気に食わないことがあると暴力を振るってくる男子がいた。仮に A とします。本当に大嫌いだったけど、高校になったら離れられるし我慢してた。時は流れ仕事から帰ってたある日、いきなり後ろから首根っこつかまれて引きずり倒された。複数人からボッコボコにされてる途中で、あ、A だ。って気づいた。その他は知らない人。ちなみに私は女です。てめえまだ生きてたのかよ。相変わらずキモいな。さっさと死ねよバーカ。と A や知らない人から罵倒され、泣きながら帰った。その日から暇さえあれば A を呪ってた。紙に人型を書きその中に A の名前を書いて、ボールペンでぐさぐさ刺しながら仕事してた。一週間後、A は風呂で溺れて死んだ。高校の時も嫌いな奴がいて、そいつに対しても死ねよって思い続けてたら、授業中に急に心臓を抑えて苦しみだし救急車で運ばれていった。私のせいではないと思うけど、怖いのでそれ以来冗談でも死ねとか思わないようにしてる。